後半戦はエールズのキックオフで試合開始する形になります。キックオフしますのはエールズの2番のプレイヤーです。2番石井が務めます。広島大学出身。広島はリターナーに10番と14番が入っております。広島リターンに入ります。いいブロックができている。リターナー10番、右サイドライン際駆け上がりまして自陣40ヤード付近の攻撃位置を得まして、ここから広島の攻撃に変わります。広島リターナーは10番の佐伯でした。関西大学出身です。キッキングチームにおいては一律の長あります。関西大学出身のプレイヤーがここで活躍しています。広島ホークス自陣41ヤードからのファーストアンテン。まず中央へのプレー。エールズディフェンス陣がプレッシャーかける中、キャリア20番、右オフタクル付近をスピンタムーブ決めながら約3ヤードゲインとしています。キャリア20番は玉山です。京都教育大学出身。広島ホークスセカンドダウン7。パス不成功、ナイスパスカバー。今度は右に展開していたレシーバーにパスを投じましたが、これをエールズ18番見事にパスカットし、パス不成功としています。素晴らしいパスカバーを見せましたのはエールズ18番の加本でした。明治大学出身です。広島ホークスサーダウン7。広島ここでオプションプレーによる突破を図りました。しかしこれもエールズ8番見事に対応しておりまして、フォースダウンに変わります。ここは20番玉山の総力によって突破を図りましたが、これをエールズ8番の渡辺が仕留めました。渡辺は広島大学出身です。広島フォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。このパントはエールズ陣20ヤード付近でボールデッドしまして、この位置での攻守交代となります。明日も頑張るさんはメッセージありがとうございます。この試合の勝利によって X2 に上がれますかというメッセージですが、厳密に言いますとこの両チームともに権利はともに伴っております。現時点においてはともに3戦全勝という状況ですので、今季、上位3チームという枠には現時点では入っております。ただし 3勝の場合ですと相星となりまして、場合によっては3位に入れない場合があります。この点におきましては4勝目を確保することによって上位2チームに入ることが確定しますので、この試合に勝った方が少なくとも X2 昇格は確定という形でご解釈いただければ幸いです。さあエールズ最初のプレーはランプレーでした。キャリア21番ハンドオフから左オープンをつきまして、約2ヤードから3ヤードのゲインとなっています。もちろん他のチームに3勝相星というチームがいなければこの状況は、発生しませんので、この2チームともに上がれる可能性高いと見えますけれども、現時点ではまだ確定というふうには申し上げづらいところにはあります。その点におきましても4勝を得られるかどうかは非常に重要な一戦となっています。
さあ再びランプレーです。今度は左オフタックルに突っ込ませる形のランプレー。キャリア34番の突進にかけまして約5ヤード近い原因となっています。現在この試合をご覧いただいている方々にお願いがございます。もし配信の内容に、が沿っておるようでありましたら、できましたら高評価のボタンないしは簡単なもので結構です。チャット欄のメッセージをお願い申し上げます。 YouTube はその構造上、高評価そしてチャット欄のメッセージによって他の見ていない方々への推薦の優先順位が変わってまいります。この熱戦できる限り多くの方々にご覧いただきたいと思いますので、何卒ご協力お願いします。さあエールズ、この1ヤードをランプレーで突破しました。キャリア22番ハンドオフを託されまして見事攻撃権更新です。リートフォートエールズファスター、見事攻撃権更新果たしましたのはエールズ22番の山下です。摂南大学出身、そしてチームの創設者であり、代表でもあります。さあ勢いに乗ってきましたエールズ、ボールを自陣42ヤードの位置まで返しましてのファースト判定。さあ抜けていく、前へ追いつくか、振り切った、タッチダウン。ランニングバック21番ハンドオフ託されまして中央突破、相手の隙間をすり抜けるように一気に独走、そのまま相手を振り切ってそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。リードへ方と得れず6点追加となりました。見事タッチダウンダウンを決めましたのはランニングバック21番の東浦、桃山学院大学出身のプレイヤーです。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加となりました。リードへ方とエールズ14点、広島ホークス0点となりました。エールズ見事タッチダウンでリードを広げる形に成功しております。敦子さんはメッセージありがとうございます。正直言いますとなるだけ解説という形で私の主張を加えたくない思いではあります。この点においては私自身も極力気をつけていきたいと思っておりますが、なるだけ実況という客観的な形での皆さんへのご紹介をしていきたいと努めます。ただ中にはアメリカンフットボール独特の表現がございますので、こういったものももろもろをご説明として加えていくように心がけたいと思います。さあその得点を挙げましたリードヨホとエールズのキックオフで試合再開となります。さあ広島はこのキックオフリターンでどこまで返せるでしょうか。さあリターンに入ります。リターンの10番ジャックルしました分そのタイミングずれる格好で厳しい状況に入りましたが、なんとか粘りまして自陣20ヤードの位置を確保しました。この位置から広島の攻撃に変わります。さあ広島この位置から反撃となるタッチダウンを取ることが可能でしょうか。自陣20ヤードから広島ホークスファーストダウン10。さあこちらも流れます。ランニングバック39番ハンドオフから右オープンに展開、相手ディフェンスの隙間を縫うようにサイドライン際を駆け上がりまして一発で攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン、見事なランを決めましたのはランニングバック39番の竹野内でした。竹野内は関西大学出身のプレイヤーです。敦子様結構です。いつも、ご視聴いただきましてありがとうございます。広島ホークス攻撃権更新しファーストダウンとしています。さあここでトリックプレーを決めた。
広島ここでリバースプレー、一旦ランニングバックに手を出し、その反対側から走り込んできたレシーバーがすれ違いの側にボールを受け取ってカウンターを決める大技。エンドアラウンド、ディフェンス、オフェンスラインを大きくまくるように展開するカウンタープレー決まりまして、これも攻撃権更新です。広島ホークスファースト見事決めましたのはワイドレシーバー9番の酒井、島根大学出身のプレイヤーです。さあ勢いに乗ってきました広島ホークス、ファーストダウン10。ここでエールズが踏ん張ります。ナニバック39番ハンドオフから右オフタックル付近伺うところ、エールズ5番が殺到しましてこのランを阻止しております。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。タックルしましたのはエールズの5番の山下、近畿大学出身のチームキャプテンです。さあ一つエールズがくさびを打ちました。広島弾き飛ばせるでしょうか。広島セカンドダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームには制限があります。プレー開始前には1秒間静止しなければいけません。これを守ることができずプレーしたため5ヤード抜体となりました。広島ホークスセカンドダウン15で試合再開です。ビッグプレーが発生した。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上審判団からイエローフラッグが投入されました。さあこのプレーの際にありました反則は果たしてどちらの反則だったでしょうか。先ほどのファンブルリカバーの際、リターンの際にリターンチームになっておりましたエールズに反則がありました。背後からの不正なブロックです。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは後ろから相手選手を当たってはいけません。この反則により反則発生地点から10ヤード抜体という形になります。しかしターンオーバーは成立しております。ボールが止まりました地点から10ヤード下がってエールズの攻撃に変わります。タッチダウンは成立していないという形になりますが、攻撃権はリードイフォートエールズに変わります。見事このファンブルリカバーを決めましたのはリードイフォートエールズ5番の山下でした。近畿大学出身です。さあエールズ結果的には相手陣21ヤードからの攻撃に入ります。リードイフォートエールズファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しましたが、ここは広島がまず踏ん張ります。中央突破を34番に図らせましたが、これは広島5番、失礼しました、40番が対応しましてノーゲインに変えています。広島40番は富永です。広島大学出身。失礼しました、約2ヤードのゲインとなっていた模様です。リードイフォートエールズセカンドダウン8。さあここでオプションプレーでランニングバックに持たせました。22番の突進にかけましたが、ここは広島ディフェンスライン陣踏ん張ります。
さあエールズはサードダウンに変わります。エールズサードダウン6。ここでホイッスルが鳴ります。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。いわゆるフライングを行ってしまったようです。5ヤード抜体となります。さあエールズ5ヤード下がりまして、サードダウン11の状況に変わります。広島は何としてもここは防ぎたいが、エールズ突破図らんというプレーをここで投入するでしょう。さあこのサードダウン11の状況を注目しましょう。ここでクォーターバック右オプションフェイクからそこからロングパス、ディフェンスを振り切った87番そのまま一気にノーバックになってエンドゾーンに飛び込み、そのボールをキャッチしましてタッチダウン。エールズこのタッチダウンパスによって6点獲得となりました。見事このタッチダウンパスをキャッチすることに成功しましたのはリードウェイフォートエールズ87番の福山、近畿大学出身のルーキーです。しかしこのトライフォーポイントのキックは失敗となりました。6点止まりとなっています。リードウェイフォートエールズ20点、広島ホークス0点。しかしエールズタッチダウンでさらにリードを広げる形に成功しました。広島ホークスの一瞬の隙をつきましてリードウェイフォートエールズ自らの攻撃の機会を着々と得点機に変えつつ、試合の主導権をさらに自分たちの優位な形に進めていっております。そのリードウェイフォートエールズのキックオフで試合再開です。広島リターンに入ります。リターンの8番タックル受けながら前進試みましたが、ここでイエローフラッグが発生しています。先ほどのプレーの際にオフェンスチーム側に反則があった模様で5ヤードの抜体となるようです。
コールがちょっと確認できず申し訳ありませんが、オフェンス側の方に5ヤードのペナルティが発生し、広島ホークスファーストダウン15の状況になる模様です。失礼しました。プレー開始 地点そのものが交代するだけで、ファーストダウン点での試合再開です。試合再開です。広島ホークスファースターパス不成功。クォーターバック3番プレイアクションからワイドレシーバー27番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーもありましてパス不成功となっています。広島ホークスセカンドダウン10、ボールオンは自陣17ヤード。パス不成功、ナイスパスカバー。クォーターバック3番右スプリントアウトからワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、これはエールズ18番見事にパスカバーしパス不成功としています。エールズ18番は鴨本です。明治大学出身のルーキーです。広島ホークスサーダウン10、QB サーク。クォーターバック16番プレイアクションからロングパスを投じんと構えましたが、この一瞬の隙をつきましてエールズ9番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。フォースダウンに変わります。見事 QB サックをしましたのはリードエフォードエールズ9番の梅本です。近畿大学出身。広島ホークスフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。パンターエンドゾーンからの非常に危険なパントになります。エールズこのパントを広島陣35ヤード付近でフェアキャッチしまして、この位置で攻守交代となります。エールズ先ほどのパントシチュエーションでも非常に大きなプレッシャーをかけていました。結果的に広島は自陣脱することできず、広島陣での攻撃譲渡となっています。エールズこのチャンスを生かせるでしょうか。エールズ自陣、失礼しました、相手陣35ヤードからのファーストダウン点、パスは成功。まずここでプレーアクションからワイドレシーバー17番へのヒッチパスを投じました。17番のキャッチアンドランを図らんというプレーでしたが、これは広島ディフェンス陣見事に対応しまして、ゲインは1ヤードから2ヤードにとどめております。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、広島ホークス0点、リードエフォートエールズ20点。エールズが現在3ポゼッションリードする形で最終クォーター第4クォーターに移ります。